次はですね、内藤にお困りの方におすすめなアドバイスをさせていただきたいと思います。体がですね、内側に向く、そして内藤してしまって谷足は乗れない方というのは意外と多いと思います。こういう時注意していただきたいのは、山谷側の腰ですね、これが浮いたような形になってしまうので内藤になります。この場合は一つの方法としては、外傾をして直すという方法もありますが、これだとまた自分の場所がよくわからなくなってしまいますので、とりあえずこの場合に関してはこの腰がですね、内側の方に傾いているので、まずはこれをまっすぐする、そして両足荷重でしっかりと上から乗る、このことを心がけて、ポジションを取っていただければいいと思います。